い、どうも。今回は動かして楽しいフィギュアです。グッドスマイルカンパニーから販売されたアクトモードの雪ネクリスです。アクションフィギュアとモデルキットの合体で展開されてるブランドもこのクリスで5体目になります。シンフォニアとしては信号機トリオが発売決定してますが、第4弾の響きに続いてクリスも発売されました。モデルキットにふさわしい重武装なクリスちゃんですから、どんな構成になるのか楽しみやね。クリスはフィグマでも発売されなかった子ですからね。おいおい、響きと翼で諦めんなよと。立腹した適合者さんも多そうですが、アクトモードでは信号機揃い踏みしますね。最初はクリスだけでもええかなと思ってましたが、調べちゃんまで出してほしいので全部買うことにしました。響きはちょっと前に買ったので箱も開けてませんが、隙間見て動画化したいです。どしたん？さっきから浮かない顔で。このシンフォギア完成品みたいなんだけど、内容物は組み立て塗装済みみたいだし、これはアカリンの担当じゃないのかなって。では質問です。この部品はどうやって取り出します？手でもぎ取ります？いや、ニッパーで。そういうこと。このアクトモードはモデリングブランドやで。でもこれ台座だけだし。ほら、見える部品全部塗装済み。そやね。ただ将来的に手を入れるかもしれない可能性が 1% くらいはあるので、やっぱりうちらの担当やね。このフィギュアは手を入れるって気になるところある？特に武装だけど、ゲート跡が残ってたり、パーツを手もきしたんかってえぐれ方してたり、ガトリングもボウガンも小さなハンドガンももなかわけで、合わせ目処理も一切なしと。塗装の質も含めて武装パーツの品質が本体に比べて落ちて見えますね。完成してるものをばらすのはパワーいるので、実際やる確率は 1% やけど、ここ綺麗にしたいとは思ったよね。これなんか懐かしいよね。子供の頃にガムのおまけプラモで、手でもいたらこんな感じにえぐれてたやつ。モナカわけなので、2つのパーツが安定して手もぎ品質です。たまたまもげただけかもしれんけど、もう1つのガトリングはくさび状に削ってやったんよね。こういうのは検品で引いてほしいよね。わかったけど、1% ね。他にやることいっぱいあるんだから。あいあい。じゃあどんどん開けてくで。これは手首パーツですが、本体のパーツなので塗装は綺麗です。ハンドガンはこんな感じで、塗り分けは十分ですが、白に赤が染み出してピンクがかった状態に。ボウガンもこんな感じです。塗り分けは十分な品質ですが、塗装は粒立ってますね。一言多いよ。肉眼だとそんなに気にならないんやけどね。表情パーツは戦記絶唱らしい歌い顔とデスパーティーしてそうな叫び顔ですね。あとは本体のキリッとした通常顔の3種が付属してます。小さいけど印刷は完璧だし、いいよ顔。クリスは赤面するのも可愛いですが、ギア姿と考えたら勇ましいの優先でしょうか。やっぱり表情は6個ぐらい欲しいところやね。え、多くない？表情乏しいエヴァの綾波でも、通常微笑み怒りの音、あっという間に埋まるからな。普通のキャラなら6個くらいは余裕ちゃうかな。歌い顔は全員そう変わらんし、響きに付属させたらその顔全員で使い回してもよかった気がしますね。では台座組んでいきましょうか。ランナーからの切り出しは2度切りしていくで、使い倒したニッパーで少し離れたところを切ってから、新しめのニッパーで残ったところを除いていく。最後は切削面も綺麗に仕上がる金属ヤスリで整えました。クリアパーツだけど大丈夫？気になるならこっからヤスリスティックフィニッシュかけるけど、台座だし見えなくなるしで、そこまで早いかなって。ちなみに台座は全てはめるだけで、ネジで締めたりはあらへんね。アームは計3本付属していて、ガトリングの支えにも本体の支えにもなります。刺す場所も5箇所ありますから、
その気になれば、5人まで台座1つで賄えますね。こういう自由度の高い台座はええな。スケールだと専用品重ねるしかないから、同じシリーズ同士並べるのも置きづらさあるもんね。こちらが内容物一覧ですね。いつものことやけど、こうして並べてると単体で見ていまいちに感じても全く気にならなくなるな。あ、どうしたの？いらんこと気づいてもうた？ガトリングの上部を塗り忘れとるやんか。気のせいじゃなくて、ここの部分はメタリックピンクで塗られてるはず。確認しましたが、洗剤では塗装されてます。他の個体も塗られてないので、この個体だけではなさそうやね。まあどうするかはおいおい考えるとして、いろいろといじってみたので、その感想をしていくよ。関節はフィグマのようなジョイントで、遮るものがなければ可動域は十分ですね。保持力も十分あります。大きなガトリングを持った状態で自立できますし、支えがなくともガトリングを保持できます。深度2までなら台座がなくても立ってられそうやね。武装はハンドガンは握り手に差し込むだけですが、ボウガンはグリップにはめ込む必要があります。指は柔らかいので3本の指をグリップに引っ掛けて指を伸ばしてやれば簡単に入ります。これでボウガンの装着完了です。ハンドガンとボウガンを持つときはギアのコテがつきます。ガトリングの装着や持ち手近くのガードを外して、手首パーツをグリップにつけてから前腕部を接続します。完成品がこちらですが、ついてるガードの向きが逆です。長い方が前に来る付け方が正解になります。ガトリングを持たせると手首と前腕部はほぼ固定されるので、可動は肩と肘頼りになります。畳む方向の可動域はほぼ90度。肘を後ろに引くとガトリングが下向く格好になるので、基本二の腕は胸を寄せる形になります。ハンドガン、ボウガンとガトリング仕様ではコテの有無に違いがありましたが、ゴールドのミサイルが出てくるウェストミアの武器の仕様に応じて高さを変えたいパーツです。ウェストミアはクランクパーツで太ももにつながれています。これを回して高さ含めた位置決めができます。触った感じ、高い位置に置きたいなら下に回して、低くしたいなら上に回しておいてからポーズに合わせて調整するのもやりやすく感じましたね。こうして見ると結構高さに違いがあるよね。ミサイル展開地への変更は下半分の差し替えで再現してます。ガトリングを広げるなら上目でも対応できますが、脇を締めるなら下目にしておいた方がいいですね。上にしておくとゴリゴリに当たりますから。このミサイルで難儀なのは方向がアシーゾンな点ですね。このクリスは足の付け根が稼働しますが、広げる方向に回すと隙間が大きくなります。なので内股にして隙間をなくしたいのですが、太ももの動きに追随するミサイルも内側を向いてしまいますね。ミサイルの向きを足から切り離せる構造ではないので、ミサイル展開させるときは股の隙間を妥協するしかなさそうです。クランクパーツを曲げられるプラボーとかボールジョイントかとか、そんなんに差し替えてみるのもええかもね。ちなみに足はこれ以上上がりません。太ももに当たるスカートパーツはカチカチですから、押してもびくともしません。ですから当たったが最後、もう上げられません。膝はここまで行きますね。足首にもジョイントがあるので、立たせるときにしっかり地面をつかませることができます。リボンが動くのでたまにあさっての方を向いてますが、白いマークに合わせれば大丈夫。表情は
ヘッドギアごと前髪を外して交換です。羽が硬くないので容易に交換できます。表情はこちらの3種。お目目パッチリで可愛いな。戻す際もストレスフリーです。首も程よい抵抗感でカックンしたりせずに止めたいところで止まります。この台座との接合ですが、ゆるゆるでまともに機能してません。この状態だと固定はできずに、ただ引っ掛けてるだけって感じです。背中の穴はアーム以外にも接続する部品があります。これはガトリング固定用のパーツなんですが、これもやっぱりゆるゆるでがっちり固定とはいきません。ただガトリングとの3点止めになるので安定はしますね。その分動きは大幅に制限されてしまいます。頑張って動かしてもこれくらいです。アームとの接合はちょうどいい硬さなので、ガトリング固定パーツを使えば逆さや斜めの状態にしても自由な位置でポージングできそうです。ガトリング以外の時はどうすんねんって感じやけどね。射撃武器を両手持ちするクリスだけに、手首は射撃パーツの出番が多そうですが、手を広げたパーツも付属します。歌う時とかバーンする時の受け手に使えそうやね。ガトリングなしの時はこれだと低いので、クランクパーツを回して高い位置に戻します。このパーツは足の動きに連動するので、ポーズに合わせて調整が必要です。クランクジョイントを押したり引いたりすると、ある程度は動かせるので、いい位置を探るのが楽しくなってきますね。左半身だけやけど、歌うポーズはこんな感じです。フリズなら、胸の前で手を交差したりもええけど、胸が潰せないので、少し浮いた感じになってしまいますね。では、次はゴイナン形態にしますが、付け方はさっきやったので早送りで。ボウガンに繋がる矢は5連装の鋼弾ですが、このフィギュアには付属していません。クリアパーツであれば嬉しかったですね。こうやってポーズつけるの楽しいな。アクトモードは仲間もいるし、一緒に合わせたくなりますね。ほな、ここからはいじらずにクリスちゃん眺めましょうか。アクションフィギュアなので好きにポーズつけて、撮影するのは固定フィギュアにはできない楽しみ方でええですね。可動の関節が気になって、人型可動フィギュアには手を出してきませんでしたが、肉眼だと関節が思っていたほど気にならへんな。アニメキャラは目が大きいので、立体物は小さい方が違和感を感じなくなると思ってますね。今は 3D モデリングの普及により、パソコン内では大小に違いなく作れますが、データではない実物を作るのは大変ですからね。 3D プリンタの性能が上がって、小さなパーツが精巧に作れたとしても、こんなんどうやって塗装するねんとか、こんな複雑なん組めるかとか、 3D モデルとは違い実物を作るのは別の配慮が必要なので大変やね。その辺のバランスが取れてたのは7分の1スケールだったけど、最近はデジタルとアナログのすり合わせが進んできたのか、小さくても階層感のある立体物を見る機会が増えてきましたね。このクリスは可動物ですから、壊れ物な細かく脆いパーツはないですが、キャラの雰囲気を感じる良いフィギュアやね。ただ武装の塗装に関してブーブー言ったけど、こうして光を当てると本体の塗装も褒めるのをためらいますね。同じアクトモードでもメイプルはこんなに粒立ってないし、どうしてこうなったって感じです。
光を当てなければここまで目立ちませんわ。ツアーリ走行は光の反射がぬるくて出てこそやろと、屈指のフィギュアでここまで粒立ち塗装を見たことないので、あえて辛口で話したけど、肉眼ならそんなに気になりません。塗り分けがとっても綺麗だね。綺麗だね。塗り忘れとかあるけど、塗装は気になるけど、可動フィギュアとしての楽しさは存分に堪能させてもらいました。クリスちゃんはフィグマも出なかったしね。アクトモードはフィグマより頭半分大きな設定やけど、シリーズとしてシンフォニアの3人が発売しますからね。適合者さんなら揃えて嬉しいアイテムではないでしょうか。7分の1ではホビーストック製の固定フィギュアがありますが、決定版でボリューム満点ですが場所も取りますからね。アクトモードで決定してるのは響、翼、クリスの3人だけやけど、好きにポーズつけて遊べて、一つの台座に5人まで置けるのは魅力やね。キリちゃんとシラベちゃんまで置けるってことやからね。こんな大きな武器も保持できるしね。個体使って連動したポージングで飾ってみたいですね。個体でええんかって感じやけどな。まあクリスちゃんで元は取れてるので、キリシロコンビが出てくれたらフィーバータイムみたいなもんやしね。今後はテレが出るだけめってもんやから、この台座がいっぱいになったら嬉しいね。シンフォギアは信号機トリオのラインナップが決まっていますが、アクトモード的には蜂型のキャラが出てきそうですね。サメ型に続く第2弾ですが、あちらはメカ部分がプラモだったので蜂型も組み立てるタイプでしょうね。サメも欲しかったので蜂の発売に合わせて再販してくれると嬉しいな。アクトモードの強みとして追加キットが出せることだと思うけど、サメちゃんのランスとかキャノンモードとか拡張キットで出してもいいのにね。今は基本としてキャラ増やす段階かもしれませんね。ならクジラちゃんも来るとええな。モデロイドも最近気づいたら新しいキットが増えてたりするし、プロキットの勢いありますね。ナイツマロドのプラモになる日が来るとはね。ナイツマ好きだったけどキャラフィギュアは出ませんでしたね。うちに初めて来る男子はシャーカルルーシかアストリゴかエルクーかって感じやすね。イカルガの横にプラフタのフィギュア置いたらエル君に見えへんかな。何言ってるの。それでは今回はこのあたりで、ではまたな。ご視聴ありがとうございました。